ビアガーデンで
代行させていただきまして、はい、そうなんですよ楽しかったですね。そうなんですね。皆さんこう飲みながら、そうお客さんが普通にビアガーデンを楽しんでる方なので、すごい広いです。そうなんですね。そこに私たちもこう音楽を聴いて、この初ライブのね、あの宣伝ということで、プレライブみたいな形で、池袋の聖地さんで歌わせていただいたっていう、はい、まあ、思い出が、思い出ですね。とても楽しかったですね。まあね、皆さんそれぞれ夏の思い出がね、この夏の思い出あると思うんですけど、1曲目、次は私たちが歌う2曲目もですね、実は思い出にまつわるというか、テーマの曲でございます。で、私たちにさね、ハンモックらしい1曲となっていると思いますので、ぜひ楽しんで聴いていただけたらと思います。はい、この後もね、素敵な曲ですね。まだトップバッターなんですけど、まだまだたくさんバンドが出てくるので、と思いますので、このトラベルということでね、皆さんの、あなただけの音を探したい、はい、そうですね、これコンセプトですからぜひ、キューバンド出てくるんで、あなただけの音を探してみてください。さて、ハンモックの最後の曲、ジュエリーで聴いてください。はい、出かけた忘れ、どこ
アナコンダ
葉のフルーツ、果物は一体何でしょう。1番、ちょっと名前の響きが悲しいかな、なし。2番、なんだか寂しい色、ブルーベリー。3番、なんだか切ない香りのするユズ。さあ、みんな正解だと思うところで拍手で答えてください。はい、では1番の梨だと思う人。なんでゆずさんのまた会える日までという歌です。後半にみんなにも歌ってもらう場所があるから、みんな頑張って歌おうね。頑張ろうね。はい、というわけで聴いてください。また会える日まで。出会えたことを
Do
ありがとうございました。